お疲れ様です、ポンタです。今日も信長のヤバハド実況していきたいと思います。はい、チャンネル登録ぜひお願いいたします。はい、ですね、今日は戦記族征伐戦のおすすめ編成を紹介していきたいと思います。僕もですね、昨日ちょっと仕様を見るだけでなんとなくしか分からなかったんですけど、昨日今日とですね結構戦ってみてなんとなくポイントが分かってきたので、そちらの方ですね紹介したいと思うんですけども、ポイントはですね、最初軍令書変なと思ったんですよ。軍令書というスタミナがですどんどん使われて、もう身動き取れなくて困っちゃうなと思ってて、まあ確かに軍令書減るんですけど何度も出撃してくる。言うてですね、巣窟の制圧報酬で10枚ぐらい軍令書もらえるので、そんなに減らなかったです。はい、で思ったよりもポイントとしては兵の減り方がめちゃくちゃ早いんですよね。まあ、とにかく兵が減ります。つまりお米がなくなります。はい、もうどんだけ殺し合いしてんだって感じですけどね。もう鬼はどっちだって感じですよね。もう向こうも皆殺しするし、こっちも死ぬしって、どっちが鬼かって言ったらこっちの大将の気もするんですけど、まあそれはともかくとして、はい、とにかく兵が減るというところになります。なので兵を大事にしたいなというのがありますね。でまたですね、あんまり早く駆けつける必要はうちの一門じゃないです。他の広大なですね場所を持っている方々におかれましては必要なのかもしれないんですけれども、うちですねそんなに広い領土じゃないん で近くに固まって今やってるので、全然広範囲に敵の戦記族は出ないので、スピード勝負ってことはないですね。スピード勝負で言ったらどっちかというと他の、はい、領土防衛戦とかの方なんですけど、今回のですね戦記族戦はあんまり駆けつける速度っていうのは関係ないですね。むしろ必要なのは防御力ですね。はい、なので歩兵おすすめします。足軽槍ですね。うん、槍兵はですね防御力が高いんですよ。で兵士も多くて、こういうですねもう時間15分かけてずっと殴り続けるみたいな泥仕合にぴったりで、僕はですねもう今回は騎馬兵一番育ててるんですけど、騎馬を諦めて足軽編成でやっております。はい、まあ、相手がとにかくタフです。はい、で攻撃力とかめちゃくちゃ大事なんですけど、もう何十万というあれなんで、もうそんなことよりもなるべくタフな兵を用意しようというところになってます。まあ、個人的にですねめちゃくちゃ役に立っていたのが、やっぱり周りにバフをかける武将ですね。はい、周りにですねバフをかける武将が身の回りにいると、まあ、それだけでたくさんのですね恩恵が受けられるんですよ。でこれですねログなんですけど、フリーさんの武田信玄隊により攻撃上昇が発生、防御発生、武勇上昇が発生みたいな風にありまして、885一気に損害を与えてるんですね。うんうん、それまで、500とかだったのが。なんで、戦法も大事ですし、まあ、その戦法の中でも仲間にですね、全体的に、はい、バフをかけられる信玄のような武将がめちゃくちゃ役立ちますね。で、今回強いなと思ったのは仲間とかで見てて、やっぱ信玄、吉本、信長、家康あたりですね、彼らは、めちゃくちゃですね周りにバフをかけてくれるので、その都度周りの3部隊ごとですね攻撃力が上がるので、そういう意味ではものすごい助かります。はい、で信玄そこまで役立たないかなと思ってたんですけれども、信玄におかれましてはですねかなり今回については役立ってます。であと役立つ長野成政も役立ちますね。長野成政はですね、まあ防御力を高める堅固もありますし、地理って言って自分の領地だったら強化されるので、そもそもですねこの戦記戦ってこう自分の領土でしか勝負なんないじゃないですか。なので地理の能力を持っている人が強いなと思いました。長野成政もおすすめです。はい、信玄、吉本、信長、家康、成政が強いなと思いました。で、まあ、弱いなと思った部署はぶっちゃけないんですけど、そこまでもう弱いなっていう感じに思った部署はないんですけど、よくよく読んでみるとこの人ってそんなに今回役立ってないみたいな人がいるので、それを紹介していきたいと思いますが、ジアスなんか最もそうですね。デバフ消しなんで、デバフを消してる人じゃないですか。あの人デバフ相手使ってこないんで、なのでせっかくのジアスのスーパースキルもですね、生きてこないと、リセーブミンが使えてこないというところになります。敵3部隊の強化を打ち消したら本当に普段だったらめっちゃ嬉しいんですけどね、こういうですね戦記戦ではあんま役立たないかなと思いました。役立たないっていうか普通に強いんですけどね、強いんだけど期待される能力を全部発揮できてないっていう意味ではちょっと惜しいなというレベルになりますかね。
うんうん、で北進の U みたいなのですから、ヨシキオとかもそうですよね。攻撃軌道 25% 低下、攻撃低下はいいんですけど、軌道足止めとかをするにしても相手動かないんではいはい、あの村上ヨシキオの 足止め機能はですね、全然もったいないなというかなります。というところで、戦機戦という限られた勝負に置かれましたデバフ消しの能力を持っていたり、はい、強化効果は全て打ち消すみたいな能力を持っていたり、3部隊に対して広く強いみたいな攻撃はシニスキーになっちゃうのかなと思います。まあ、皆さんですね、自分のところの強い武将を見てみて、これちょっと戦機戦にあんまり役立たねえよなみたいな人がいましたら、それは下げた方がいいのかなと思います。トシイエもそうなんですよね。トシイエも果敢とかいう能力強いんですよ。でただ敵大名家の領土内で戦闘する場合、先方による要ダメージプラス 5% なので、敵大名家に出ないんですよね。必ず自分の一門の領土の中に出る戦機戦では、この果敢とかも死にスキルになっちゃうのかなと思います。うんうん、まあ、本当にこれのせいで弱いんですみたいな胸を張っているほどじゃないんですけど、うん、戦機戦ではかなり死にスキルっていうのは出てきてしまうというところをご注意いただければと思います。その中で本当に味方をですね、一門三部隊をまとめて強くするっていうところだと、本当に何だろうか、戦闘ログで一気にそのあたりダメージ増えているので、こういう武将をたくさんみんなで入れとくと、みんなハッピーになれるのかなと思いました。結構ですね、家康とかのもう強いなと思ってみて、で家康とかもですね強いし、信玄も強いですし、でこの2人にですねつけるという意味で、佐竹義重っていう武将がかなり今回キーになってくるかなと思います。佐竹義重はですね、信玄にも家康にも非常に強い縁がつきます。はい、でその強い縁がつく上に持ってきて、彼のですねこの気合っていうのもいいですね。地大名家の領土内で戦闘する場合、先方による要ダメージプラス 5% というところで、必ず自分の大名家の領土内で活動するので、あの死にスキルにならない、非常に生きスキル、毎回生きるスキルになるっていう意味で、今回のぴったりなのかなと思います。ちょっと見てみますかね。僕信玄いないんですよ。信玄いないでこんなに強いんですって言えなくて申し訳ないんですけれども、こんな感じでですね、家康に対して佐竹家の人たちをですね2人つけてやっております。こうやって佐竹家の2人をつけることで良さを生かしているのかなと思います。一つしか意味しないのし、これを本当に家康と佐竹義重が源氏でつながっていて、信玄も源氏でつながるんですけど、非常にですね高い連鎖率を誇ります。信玄とその上に多分守護大名もつながるんじゃないかな。それでめちゃくちゃ連鎖率高いかなと思います。でまたですね、今回ちょっと輝くなと思ったスキルが2つあって、まあ一つがですね、眼剣なんですね。眼剣って何かというと、早めに身につく割に部隊の防御はプラス 4% されるんですね。まあ、プラス 4% なんですけど、今回ですねもうかなり兵が減るので、この眼剣のスキルを持ってる人をたくさんつけてあげることが、まあ割とですね、あの兵の損耗を避けるのかなと思います。まあ1人で 4%、 2人で 7%、 3人で 11% なんですけど、持ってる人はですね、浅井長政、大原摂斎、明智秀光、酒井忠次、清水宗春、もみさんに、磯野さんに、カニさんになります。カニさんなんかそうですね、足軽 S の上に持ってきて眼剣っていうところありますので、寄り気でつけとくとめちゃくちゃ強いかなと思いますし、うんうん、というところでですね、まあ兵が減るのを防ぐために眼剣スキル持ちの武将をつけてあげると、地味にですね、兵の損耗を避けていいのかなと思います。僕もですね、こちらに攻撃側のところで坂東太郎を持ちの佐竹さんをつけてますけれども、この防衛側の方にですね、一人、眼剣持ちの酒井忠次さんをつけています。酒井忠次さんはですね、上杉じゃなくて徳川家康の家臣なんですけれども、どうする家康でも出てくると思いますが、非常にですねこの眼剣っていうスキルでこの部隊の守備力を上げてくれております。兵士死ぬのを防いでねっていうところです。でまた今回ですね、割と女性陣が活躍するなと思います。ものすごく、まあ、慈悲っていうのがあって、まあ、攻撃を受けた時負傷兵として生存する兵力プラス 10% っていうの助かるなって感じですね。うんうん、もう
負傷兵として戻ってきてよっていうぐらいですね、兵が減るので、この辺のところの慈悲でお願いしますっていうところでつけとく。まだ僕レベル30に達してる女性いないんで、これがどれぐらい効くかわかんないんですけど、ぜひぜひ今回の慈悲はですね、兵力の損耗を防ぐっていう意味で役立つなと思っていて、つけたい技能ではあります。まあ、献身っていうところも死なないですね。対象が男性の場合、部隊の攻撃プラス 4%、武勇プラス 4%、破壊プラス 4% なので、ここもですね、ちゃんと一気スキルなのがいいかなと思います。女性の慈悲、献身、このあたりはですね、おすすめになります。また、お市さんが一番良くて、お市さんはですね、優美巧妙っていうのがあって、自身と一門衆を含む味方2部隊に堅固 10% を付与とあります。はい、10秒間守備力が硬くなるんですけれども、これもすごくいいなと思っていて、兵の損耗を防ぐって意味ではいいなと。思いました。まああえて少し外したことを言うと、その信玄と家康を支えられる佐竹義重、これはすごくおすすめですね。すごく絵にしも高いし、技能も死なないという意味ではめちゃくちゃいいなと思います。また長野成政もいいです。長野成政も自分の領土内で強いっていうところでスキル死なないですし、あとはまあ剣豪も持つので兵も死なないという意味で渋くですね、こちらの戦機狩りにめちゃくちゃ役立つかなと思います。そしてお市ですね。お市技能がすべて今回の天気戦向きな上に足軽も S、 さらには優美巧妙というところで剣豪もプラス 10% ですよ。強いですね。 10% の剣豪を持つディフェンスが強いというところで非常に生きるかなと思っております。この辺の武将を組み合わせつつ、そして、まあ、寄木のところにですね、明智秀光のような眼剣持ちとかを入れていただければ、まあ、かなりですね、守備も固くて死ぬ兵も減るんじゃないかなと思っております。いかがでしたでしょうか。まあ、皆さんのですね、推しの武将とか教えていただければと思います。ぜひぜひ、守備力重視というところ、ですね、であと先方の封じるとかは今回はいらないよというところになります。先方封じるとかは相手先方使ってこないので、先方封じる先方とかはいらないし、バフデバフとかも、はい、バフ消しデバフ消しとかもそんな役立たないというところで、ぜひですね、この機会に自分の編成を見てもらって、死にスキルがないかっていうところをよくよく確認いただければと思います。はい、今日はこんなところです。どうもありがとうございます。失礼します。チャンネル登録お願いします。